めっちゃ楽勝やなこれ。すごいよう切れますわ。どうしてもパワーがないと力任せにいきますので手首が変えるんですよね。でそうすると斜めに切断されてしまう。でパワーがあれば勝手に行けるから割とまっすぐに切れてしまうというのがこれはいいんじゃないですかね。こちらブロワーついてるので、まあ、ゴミを弾き出すというのは非常にいいかなと思いますね。こんなに引き肌が綺麗で、しかも何のストレスもなくあっさりと切ってしまうというのにはこれは驚きましたね。まあそれが全てですか。